足で青七を狙え。Thank you.
Thank you.
ねえよ。
ざわめく心のこれ、君はもう来ない。懐かしい横顔も忘れ。こっちよ。どうも皆さんお久しぶりです。ベルコに選ばれた男メガカスのヤーマンです。本日の動画いかがでしたでしょうか。いや今ねちょっとパチ屋の駐車場でこれ撮影しているんですけれども、今日の実戦で相当薄いところ引きまして、2日間ですよ。いつもだったら動画大体毎日か1日おきに1回は出してるんですけど、休んでしまいました。申し訳ございません。多分今日の実戦を明日の動画で上げると思うので、ね、ぜひ皆様ね楽しみにしていてください。まあ、勝ったか負けたかは、まあ、その時見ていただければわかると思います。まあ、正直言って今エンペラータイムなんでね。ってことで本日なんですけれども、ちょっと前の動画を思い出していただけると嬉しいんですけれども、なんと三成さんからお土産届いちゃいました。三成さんからいろいろ多分うちの方でも紹介したと思うんです。ポスター、パーカー、あと多分一人暮らしではほとんど使わないであろうトートバッグ的なものをいただいたんですけれども、なんとおい粗品かわからないですけれども、追加でですねなんかプレゼントが来たんですよ。これを今日は開封していくというね動画をねしてみたいと思います。中身マジで俺まだ見てないからね、本当に。届いてからもう1週間ぐらい経ってる気がする。わかります？なんかちょっとなんかね、紙と包装されてるものが入ってますね。何これ、超かっこいい。何これ。まず手紙が届いたんで手紙読んでみたいと思います。この度は三成 R&D の P シンガロのシダ会にお越しいただきありがとうございました。 YouTube にアップしていただきました動画も楽しく拝見いたしました。お約束いたしました雨宮監督書き下ろしのキャンバスアートが出来上がりましたのでお届けさせていただきます。今後とも三成 R&D をよろしくお願いいたします。株式会社三成 R&D、約束しただけか。これ完全に忘れてたね。いやーかっこいい、マジでかっこいい。これ開けてみる。一応開けない方がいいかな。これを開けないでメルカリに売るのが一番の期待値だと俺は思ってるんだが、どう思う。うわー、直で見たら超かっこいい。今車の中でこう撮ってるけど、まあ、よく部屋で撮ってるじゃないですか。あの部屋にねこれもねぜひ飾りたいと思います。三成 R&D さん本当にありがとうございました。そしてメガガスのみんな、これでもしかしたらワンチャン案件もらえるかもしれない。そうしたらねどんどん突っ込めると思うから、みんなもあの三成さんの関わってる人たちにもしいたらメガガスに案件振ってくれってお願いするようにぜひよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。ぜひコメントもねいただけると嬉しいです。それではまた、バイ。シンガロシダで言ってから売ってないです、ごめんなさい。